忘れてしまった。太極拳の指導は作戦基地本館の外で毎朝午前7時に実施されます。初心者でも大歓迎です。お知らせします。武器庫に隣接するエリアにおきまして市民向けの護身訓練を毎晩実施いたします。最近何かあった？まあないわよね。さあエージェント、親愛なるアマーストが元のウイルスを広めるのに使った紙幣を探すのよ。エーベルズを最初の拠点の一つにしたことは分かっているから、運が良ければ汚染された紙幣がたくさん残ってるはずよ。市民もね。あそこは監視下にある大きな難民キャンプの一つだ。大したことじゃないけど、変異していないウイルスを発見できなければワクチン作りは諦めるしかないわ。だからそう気楽にね。一体どうしたらいいの？焼かれないで済むことを祈るしかない。温度上昇中、二酸化炭素濃度の上昇を検知。まずい、建物内で火災が起きたようだ。アイザックに建物の設計図を送るから、必要なら使って。注意、緊急消火システム制御装置へのルートを計算中。消火システム作動。上層階でシステム障害発生。マニュアルオーバーライドが必要です。最低。そのまま進んで、私は引き続き略図を調べてアイザックにオーバーライドの位置を送る。忘れないでエージェント、元のウイルスが付着した紙幣を全て回収するのよ。全部確認して。店のレジ、慈善団体の寄付箱、カフェのチップを入れる瓶、現金のありそうな場所を全て探すの。
確認。ウイルス汚染の試験結果は陰性。確認。ウイルス汚染の試験結果は陰性。助かったわ。まったく悪夢だわ。行こう、行かれた奴らに見つかる前に。確認。ウイルス汚染の試験結果は陰性。通知、人が接近中、敵の可能性があります。クリーナーズが全て炭にする前に例の紙幣が見つかるといいが。燃やさなくても高温は DNA を破壊するわ。華氏200度を超えれば共有結合が崩れて安いドレスみたいに二重螺旋がほどけるわ。奴らを止める理由がまた増えたな。前にも言ったけど気楽にね。確認。ウイルス汚染の試験結果は陰性。確認。ウイルス汚染の試験結果は陰性。警告、火災の危険を検知。回路図によると前方にオーバーライドがあるはず。誰も助けてくれへんと思ったわ。ありがとう。逃げられる。警告、ウイルス汚染の増加を検知。それよ、近くに汚染された紙幣があるはずよ。注意して、舐めちゃダメよ。警告、火災の危険を検知。抑制システムの新たなマニュアルオーバーライドを見つけた。今アイザックに場所を送る。サーチ、付近で敵を検知。
蒸し返すようだけど紙幣が必要なの。無傷かつ室温で、焦げたものはダメ。焦げたってことは高温になってて安いドレスみたいに使えない。それと途中で命を落とさないように、焦げたエージェントは使い物にならないから。警告、ウイルス汚染を確認。油断するなエージェント。外にいる JTF の監視によると、上で騒いでいる間に新手のクリーナーズが到着した。奴らを近づけないで。何度も言うようだけど、いわゆる新品同様の紙幣が必要なの。警告、現在汚染エリアに侵入しています。注意、汚染エリアを脱出しています。通知、ポータブル化学薬品タンクを狙ってください。通知、敵がエスカレーターから接近中。通知、敵がエスカレーターから接近中。感心したわエージェント。あの場所で無傷の紙幣を見つけるのは、藁山で針を探すようなものよ。でも見つけなかったら大変だったわ。紙幣を調べるのが待ち遠しい。それからエージェント、次のお酒をおごらせて。その機会があればね。